その福井の上社の里芋の身のしっかりした部分をどうにか残してメインの食材にしようっていうので、いろいろ考えた結果としてテリーヌになったっていうことですかね。里芋自体がこう身がしっかりしたっていうことをみんな皆さん思ってないので、食べた時にこの食感が残ってたりぬめっとした感じがないっていうところに皆さん驚きますね。